では、おっと、モンスター。そういえばショットガンリロードされてるか？されてるね。これ PDA を常に構えてないと放射線量がわかんないのもちょっとね、戦闘時はめんどくさいな。勝手にどんどん被爆してっちゃうよ。向こうだもんな。まあ、ハイライトしつつ進めば怖いものはないはず。こっちに気づいてない。で、来たよ。ちょっと進行方向を阻んできそうだから倒しちゃうか。OK。兵士いない。屋上と言ってたね。ノーハイライト。おっと。ここでいいのか？兵士はいないな。あ、ライフルが落ちてるよ。これはまあ難なく回収してさっさと帰れそうだ。ここで罠とかあったら怒るよ。兵士がいるな、下に。ここ階段どこだっけ？こっち側だったかな。あれ？あ、あった。ライフルがある。マッサラライフルだ。連鎖反応？書類の名前か？これ、こっからさらに上に行けんのかな？医療キット。今のところ医療キットをね、囚われの NAR の兵士にしか使ったことがないぞ。今のところ恩恵もないぞ、彼ら助けたとて。なんかあるな。階段。ショットガンの弾も普通に落ちてるな。これこっち側行きたいんだけど、よいしょ。よし。あ、ピッキングだ。はい。大したことはない。で、階段が、階段が、どれだっけ？あっと。階段があって、結構な高層アパート、7階建てぐらいだったか。なんか落ちてる。
外側かな。あー、ショットガンだ。まっさらショットガン。あれ？迷路みたい。どっから上行く？あ、上行けんのか、まだ。あ、屋上だぞ。ちら？あ、あれかな？大丈夫？誰からも狙われてない？あ、観覧車がある。取るよ。大丈夫だね。で、ヘリの音が。何？降伏しない。タラカンが喜んだ。Что-то мешает работе генератора порталов。本当だ。うわお。崩れた足場。くそ。精鋭部隊が来るぞ。あれだけど完全に警戒してるわけじゃないのか。まさかこれも使えない。あ、使えるこれは使える。ありがてえ。うわ、なんだこれ。Вот что блокирует генератор порталов. Я должен был заметить это раньше. ちょっと待って、先にこいつを。どこまで来る？はい。え、まさかこれで無力化してるって感じ？ポータルジェネレーターを。Здесь несколько источников помех. Они серьезно потрудились над этой западней. なるほど。だがね、あ、下の階にあるっぽいな。だがね、敵の場所は手に取るように分かってる。探知できてんだよ、こっちは。階段こっちか。全員成敗してくれるわ。まあちょっと捕まってみたらどうなるかも気になったけどね。ただちょっと今後はできるだけ仲間に好意的に思われるような選択肢を選んでいこうかなとは思っている。はい。どっちに来る？こっちに来るか。いや、いいね。敵の場所が分かるってのは本当にいいことだ。心拍まで見えちゃってるぞ。ちょっとステルスキル入んなかったんだけど。ちょっと今の位置はダメだったの。あ、やばいー、バカ野郎。
く弾あるし撃っちゃうか。はい、近距離で撃っちゃえばこっちのもんだ。これをまだあんのか。完全警戒状態ではないな。あら、開かない。この階段じゃないか。あれ、別の階段あったっけ。え、これさ、セミオノフにはめられた。まさかね。偶然？わからない。仲間にとって好意的な行動を取り続けたからといって、まあそれが正しいとは限りませんということか？これ、懐中電灯つけてたらバレるのかな？それがわかんない。普通はバレると思うんだけど。おっ！HP ゲージが出たんだけど、バレてんのかな？でもバレてるって感じの動きではないな。はい。あ、まだ兵士がいる。あ、なんか死体が向こうに行った。ああ、スライドしてる。ああ、スライドしてる。あ、なんだ。転がってる銃か。バレてるね。わあ、グレネードとかあればいいのにな。あ、一人近づいてきてるか。あ、壁越しか。ちょっと距離があるな。近づきたい。おっしゃ。精鋭部隊だろ。かかってこい。OK。イーゴルの精神がどんどんえぐられていく。OK。まあ問題はこの精神が完全にえぐられたとして何が起こるのかっていうところなんだけど、これ装置どこにあるんだ。あ、真下に敵がいるな。やったろ、真剣勝負。はい、遠くにいるな。リボルバーで当てれるかな。危ない。あ、あれ、ヘッド入ってるよねこれ。買ってヘルメットでもしてんのかな。で、ちょっとあと邪魔装置どこに置いてるんだ。わかんない。脱出しちゃうか。え、脱出できない、もしかして。あ、出れる。はい。あ、あそこに見えるな。まあまあまあ、あれ、ヘリはもうどっかに行ったのか。どういうことなんだろうな。まあいいや、捕まりはしなかったし。ちょっと精神えぐれてるから帰って塩作ろう。清めるぞ。はい、イーゴルの状態はあまり良くない。お、レーション4つ。
はい、タラガンも成功。オーレーション4つ。いいね。ああ、レーションたっぷりだ。多めにあげちゃおう。よし。あ、ゼロになるとストレスによって物理ダメージが発生する。なるほどね。じゃあゼロにならない限り大丈夫ってわけだ。そういう考えは良くないな。塩作ろう。塩作るのに思いのほかキノコ使っちゃうんだよね。キノコ他のクラフトアイテムにも結構対応するからもったいねえな。はい、ちょっとアイテム整理とかしちゃおう。はい、ちょっとリボルバーを改造して、まあ、ちょっとっていうかサイト変えただけなんだけど、スナイパースコープをつけてみた。これである程度遠方の敵のヘッドラインとかも狙いやすい気がする。まあ、威力は変わんないけど。Что на этот раз?Рассказ про крыс или урок истории? Предостережение. Умный мышонок всегда найдет себе кусочек сыра. Но сыр может быть отравлен или лежать в мышеловке. Никогда не знаешь, что подкинет судьба. Ты о чем вообще? Озерск, 1957-й. Бабах! Злые крысы!Подливали масло в огонь, совали свои уродливые морды куда не следует. Помню, я читал про это. Это же был химический взрыв. В атмосферу было выброшено огромное количество цезия-137 и стронция-90. Но ведь эти данные, кажется, были засекречены. Ты про это читал? А моя мать там была. Спокойная река. Дельча. Красивая в это время года, но очень, очень ядовитая после взрыва. Да, это досадная неудача. О нет, мышонок, нет, нет, нет! То, что ты зовешь неудачей, я называю хитрым планом крысиного короля. Он приманил маленьких мышек кусочком вкусного сыра, но... Сыр был отравлен, а сыр...который ищешь ты, тоже может быть отравлен, даже если он выглядит ужасно аппетитно. Так что будь осторожен, мышонок. Почуяв недоброе, не сомневайся. К этому приложил руку крысиный король. Я учту. Спасибо. 今一瞬会話に出てきた、なんだっけな、オジョルスク1957って言ってたけど、これは今ちょうどググってみたら実在の事件かなんかで、ウラル核惨事っていう、まあ原子力事故が1957年9月29日ソビエト連邦ウラル地方チェリャビンスク州麻薬核技術施設で発生したという本当の話を今していたんだ。プリヴェット・ラカン。カモフラージュ学びたいです。Отлично. まあすでに十分見つかりにくくなったとは思うけど。Знаешь, в чем главное преимущество мыши? Не в зубах и не в размере.Главное преимущество мыши в умении быть незаметным. И этому я тебя сегодня научу, мышонок. Вся фишка тут в маскировке и контроле дыхания. Кокью на контроле. Абсолютно невидимым у тебя, конечно, не выйдет. Это умею только я. И крысиный король.Но ты сможешь практически полностью слиться со своим окружением. Всегда оставайся в тени. Прячься в кустах и густой траве. Они скроют твои движения.
носи одежду природных оттенков, темно-зеленого или коричневого цвета. Следи за дыханием. Будь как тень. Будь совсем как мышонок. Мышонок. А теперь применим знания на практике. Я буду крысиным королем, а ты попробуй подкрасться ко мне. はい、タラカンが相互になりました。まずは普通に近づけと振り向いた。なんで？なんで？押す。Очень способный ученик, мышонок. Поздравляю. Надеюсь, сегодня ты кое-чему научился, мышонок. Хорошо, если это поможет тебе выжить. はい。普通のステルスのトレーニングと何ら変わりはなかった。まあ、ひとまずこれで前より見つかりにくくなったんでしょう。このままスキルポイントを得ていけば順調にタラカンのスキルは全部得できるし、ちょっとオリガーをもう一回仲間にしないとな。過去を改ざんしてるんで。Привет, Игорь. Ну да. Ну. Ты ведь многое пережил, да? Вот уж точно. Воевал с сомалийскими пиратами, как-то даже помогал с подавлением бунт. Тебе никогда не казалось, что... Я никогда об этом не задумывался.К тому же тут все зависит от точки зрения. Для нар плохие парни, это мы с тобой. Ну, это... Не беспокойся. Плюс мне еще предстоит свести щ... その黒マスク野郎の正体は未だに分かってないんだけどね。まあ、フィールドで会ったのはまだ1回だけだし。こっちはまだシミュレーションができない。で、こいつなんだよね。あの、ボリスっていうのは。ボリス・グルーホフ、我が旧友、そして KGB への協力者、裏切り者、こいつのこともまだ分かんない、諜報員、スプリンター、趣味の悪いオルゴール。